おはようございます。金沢デイ2でございます。昨日はですね、寿司屋さんに行ってすぐに帰って寝たので準備万端で、現時点で時刻が10時なんですけども、10時半からホテルを出て11時から、撮影ということになっていますので、まあ、今日がね、本番ということになってますので、そこに向けて、準備していきたいなと思います。さて、ただいまですね、10時26分ということで、あともう少しでしたら出るんですけど、なんでこんな一日で泥棒が入ったかのようにドタバタなってるのかな。ちょっとね、嫁の方は見せれないのでね、お見せできませんけども、嫁の方もね、漏れなくとんでもないことになってるということになってるんですけども、タクシーでね、多分5分ぐらいだったっけ、タクシーで5分ぐらいなんで、まあ、ちょっと下を降りてコーヒーでも飲んでホッとして、まあ、5分10分ね、タクシー呼んで行きましょうか。何コーヒー飲んでいいよ、2人で。あ、わかりました、行きます。いや、金沢へ到着しましたね。今からお仕事の撮影にしたいなと思うんですけども、嫁蔵さんの格好見てください。この間アウトレットで買ったパーカーにジャケットですね。はい、ありがとうございます。 では撮影してきますので、ちょっと頑張ってきますわ。1時間後疲れた顔でお会いしましょう。嫁蔵さん、カメラマンよろしくお願いします。はい、頑張ります。よし、では行きましょう。はい、というわけで撮影行ってきました。無事、ちょっと長回ししてね、2時間ぐらい回しちゃったんですけども楽しく撮影させてもらって、まあ、無事この石川県金沢市に来た、目的を果たしましたので、ここからはもう観光ですね、メインは。はい、教えてもらった美味しい、お昼ご飯、ちょっともしかしたら行列並んでるかもしれないんで、その時は行かれへんかもしれんけど、まあ、一旦ちょっとアゲハというねとこに行きたいなと思いますので、そこへレッツ。日本酒が蘇ってくる。いただきます。実食、あ、味噌汁から行きたいな。関西の味噌汁ちゃうかな。はい、早く食べて、私も食べたいから。あ、ちょっと豚汁やね。で、これが名物の豚バラ。はい、今回行きましょう。はい、あげる。ただいまご飯を食べて、ホテルへ戻ってきました。ちょっと一回ね、荷物を置きたいなと思います。それではね、休憩しましたので、今からは、観光に行きたいなと思います。観光はですね、金沢城兼六園、そして、鈴木さんという順番に行きたいなと思いますので、楽しみですか。ちょっと、まあ、2時間ぐらいね行って、まあ、晩ご飯もあるので遅くならないようにしに帰っていきましょう。言うて行ってまいります。こういうところに来ると歴史の風景を感じますよね。途端に、話変わるけど、これっていいで洗える？上着洗えるよ。ここ金沢城公園やから、ここ、こん中奥まで行ったら金沢城まで行ける。心洗えって書いてあるわ。ちょっとまあこの月なんでマスクはねつけたままにさせていただきますけど、決めました。新しい顔でモザイクをあげる。こうしたら金沢城行く。あ、これ桜や、咲いてあるやん。ほら、梅やわ、やっぱり適当だな。なんかこれハスじゃない？かわいい、カエルが登ってる。めっちゃでかいのおるやん。虫じゃん。
白いの一匹だけだと汚い色してるやん。でも落ちてもさ、浅いから大丈夫だよ。でもこいつらに壊れんで。怖いな。桁落としたら終わりやでも言うとけど、そんな大きな子出さないで突然。びっくりしたな。なんでさ、せっかく池の真ん中おんのにさ、背景映すの、足元映さへんの。足元ね。普通上から撮ったら足元映るやん。どうやってやってよ。逆上から撮んねん。え、こう、ほんでインカメにすんねん。どういうこと。インカメほんならさ、あ、そういうこと、ね、上の池の真ん中におるってわかるやん。いくよ。なんでそんな短いんやってか。じゃあやってよ。これやろ、うん、門はな。撮れた？うん、美しいじゃん。はい、ということで、金沢城行ってきたんですけども、どうやらお城はないんですよね。なかった ね、 ね、探せど探せど全くお城見つからなくて、門ばっかり。そして気がついたらゴールになってるということで、今からゴールで、出て行って兼六園に行きます。こうやって見たらちゃんと金沢城に似てる感じしてると思う。入場料かかりますわ。最初のだけっぽい。よっしゃい。お願いします。ありがとうございます。おいくら万や？320万だな。皆さん大人二人お願いします。はい、これチケットだぜ。あ、これでバイバイ。土日成立だ。めっちゃこれ今の神秘的やで。どこズームしてんの。さて次はですね、鈴木さんのとこに来ました。しゃっくりしてますか。大丈夫ですか。大丈夫です。さっき兼六園どうやった。よかった。よかったな。すごい雰囲気も良かったし、うん、めちゃくちゃ、じゃあ癒された。ああいうの好きやねんな。ああいうの好きなんですね。うん、あの苔むしった感じとかすごい好き。将来日本、あの自分らの家、ああいう感じのな、日本庭園みたいな感じにできればいいななんて言ってますけど、うん、そんなこと言ったらなんと到着したんですね。こちらです、どうぞ。この鈴木さんは何をしてはる人なのかな。そうなんだけど、うん、神田のオーナーさんがすごく言っていたから観光にね。うっ、そうです。最初、うっ、出してみて、待って、最初、こうでしょ。それでは金沢城も行って兼六園も行って、鈴木さんのとこも行ってきたんですが、ちょっとですね、もう一回あの昼にお邪魔したセレクトショップにお邪魔して、どうしても店員さんがつけてた匂いが良すぎたんで、あの部屋のフレグランスとしてちょっと購入しようかなと思って現在戻っております。またこいつ来たんかいと思われるかもしれませんが、こちらは何ですか。これは友達の出産祝いです。今ですか。はい、男の子がお友達に生まれたので、これ言ったら見ちゃうかな。まあ、いいか、はい、鹿のリュックにしました。可愛かったな。可愛かった、めちゃくちゃ可愛かった。僕はきっちりフレグランス買いました。良かったね、うん、よかったねって。君の部分も買わされてるんだけどね、これ追加でなんか1個2個買わされてるけど、これをね部屋中に撒き散らしたいなと思います。では夜ご飯へ行きます。はい、ではお店に来たんですけども、まだオープンしてないので少し待たせてもらっております。何をどうしますか。日本酒をお刺身と一緒にちびちび行っていきたいと思います。ベロンベロンまで飲むんですか。だってタップに今日ベロベロになってもいいよって言ったから。その代わりこの人ね、あのベロベロになったら2軒目誘ってくるので、それが嫌なんですよね。だからベロベロになってもいいけど1軒で今日はおしまいになりますけど、いいですか。そうですね、まあしょうがない、このご時世ですから ね、おとなしく帰りましょう。そうなんですよ。だからね、どんだけベロベロになっても次行こうぜとは言わんといてくださいね。そうですね、はい、オーナーの
おすすめの鈴木。はい、こちらがデブイワシ。へぇ、はい、あ、ありがとうございます。あ、グラスも引いて、いやこれイワシとさ、これをイワシとって、これちょっとネギちょっとやってさ、で、イワシ食いちゃうんやん。食いていっちゃうの、うん、どうぞ、目が瞳孔開いちゃってますけど。あ、そういうのとさ、どうぞどうぞ、イワシ社長、おはようございます。また焼きになります。すごい、すごい湯気が、これ上ほとんど取れちゃった。あらま、あー、いけたいけた。めっちゃ熱そう。ナマコ、うん、ナマコじゃない、白子。うん、ポン酢欲しいの、私は。美味しくいただけます。早めに。ここがプリーツって言って、ここがプリーツ、うぃー、最高。思わず声が張ってしまった。では、はい、その上にちょっとカニも添えてあげるか、はい、ありがとう。今カニコロリンチョしたらダメ。それ私食べる。あ、そうですか、ありがとうございます。おー、いってらっしゃい。それでは、いっぱい食べました。恥ずかしい。美味しかったですか。失礼いたします。はい、はい、それではホテルに戻ってきました。どうでしたか今日は。ちょっと酔っ払っておりますがね、特に何が美味しかった。ご飯は、ご飯、アジかな、イワシか、あ、イワシ、イワシね、イワシの刺身、ね、はい、ということでね、金沢旅行2日目が早くも終了しました、はい、もう残すとこは明日ラストということなんですけども、明日は明日でお寿司ね、回転寿司、ね、食べてね、帰れたらいいかなと思いますが、まあ、あとはゆっくりして、まだ7時なんですけども、今日はこの辺で終わりたいなと思います。はい、はい、ということでね、また明日お会いしましょうということで、金沢旅行、2日目 Day2 でした。ではさようなら。